あら、いらっしゃいませ。あれ、ケンタの彼女さんじゃん。おお、どうこ。久しぶり、エスケ君。うちの親がね、どうしてもケンちゃんの働く店が見たいって言い出して。で、ごめん、うちの親まだ知らないの、ケンちゃんが店辞めたこと。は？いや、思ったよりは広い店かな。そうね。で、ケンタさんは？ああ、ケンちゃんは？あ、いや、ああ、ワイン！そう、ケンタ君は、店のためにソムリエの勉強してて、で、今日その講習行ってて。な。は？な！ああ、そうなんです。たまたま今日はちょっといなくて。どうぞこちらに。あ、どうぞどうぞ。